宿屋帰ってきてみた。なんだ、狼よ。あれ、一緒に行かないの？私が一人で、またな。じゃあ報告に行くんだ。なんか落ち合おうって言ってたから、なんかあんのかと思った。ちょっと、無駄じゃんだ。無駄じゃん。なんだこれ。なんか緑に光ってる。え、やばい。ちょ、これ、ヌーンレースみたいなやつじゃない？ちょ、あれー一回戦ったよな、私。なにこれ。力を解放？なにこれ。全然わかんないけど、アクシーの引力がアップしたってよ。なんか強くなったんだ。そんなこともあるんだ。なんかびっくりマークついてるここ。もっとゆっくりでいいぞ。もうさ、やること多くない？ちょっと商人か。何があった？買い物。沼から怪物が。いや違うな。みんながカイドウは危険だらけだと言ってた。クエストか？耳を貸さなかった。罰が当たったんだ。いいから詳しく話せ。何化け物だと？何をしてほしい。それと忘れるな。俺はただ働きはしない。ウィッチャーの決まりでな。金をよこせ、金を。相応のな。その商売で黒の軍団のところへ行く途中だった。突然馬が怯えて道から逃げ出した。つまずいて。あれ、馬どこ行ったの？荷馬車は転がった。その時泡の音と稲鳴きとすする音が聞こえた。すする音。何かが泥の中から現れてアッシャーを食った。あれ、さっきのやつじゃないの？全部。私さっき商品はまだ荷馬車にあるはずだが倒した勇気じゃなくて確かめられない。あんたならできるだろう。一番心配なのは小さな箱だ。持ってれ何入ってんのそれ。頼む。それは箱見つけたらくれるとかじゃなくて中身を。箱を見つけたら知らせてやる。まさかのここでクエスト。ウィッチャーの感覚を使って、荷馬車どこ行ったの？荷馬車が、ああここだ！荷馬車の後だ。沼に走っていった。オッケー。これはちょっともういただいていって。これをじゃあ追ってく感じかな。沼に走っていった？沼、この辺かな？うわ、なんかあるっぽい。違うわ。これなんだ？これ蜂じゃない？蜂じゃない？ちょっと体力減るからこれ。あ、あった！ありました。うわ、めちゃめちゃ。いいのかな？こんな、いいのかな？いやか。そんな話はしていなかったな。え、してなかった？なんか。周辺を見てみるべきだな。地面から現れてみたいな感じで話してたじゃん。無数の矢が刺さってる。え？何？嘘つきか？無数の矢が刺さってる。よし、ダイヤモンド。さて、この周辺を調べる？あ、そっか、箱も見つけないといけないんだよね。ちっちゃい箱？あ、なんかここ調べれそう。首に命中がいい腕だ。商人の記憶力に問題があるか。嘘をついているから。絶対嘘ついてるんですけど。絶対嘘ついてる。なんかあるでしょ？隠してることを見なさいよ。さっきからこれ何なのよ。いや待って、ちっちゃい箱探し。ちっちゃい箱探し。毒ガス。嘘、まさかの。バフ効果をすべて確認できる。あー、うわ、危ねえ。ガスのところから抜けなきゃいけないんだ。まずこのあれだね、緑くなってるところがガスなんだ。はあ、なるほど。ちょ、気をつけよう。これはおっと、やめてくれー。今剣壊れてんのよ。ほんと今剣壊れてんの。これ直さないといけないからさ。どんだけいる。あー、死んでもうた。見てなかった。左上見てなかった。あー、やってもうた。どこからだろう。いや、剣直しとけばよかった。さっきからさ、これなんなの？なんかあったっけ？そんな。なんかありそう。あ、違う、こっちかな？こっちかも、燃やす方かも。あ、燃えます。うわぁ！
嘘でしょ嘘でしょ。そういうことは、なんか中にさ何があるか確かめるために燃やすみたいな、そういう感じかと思った。全然めちゃめちゃダメージ受けたし、最悪最悪だよもう。あったかも、それかも、これかも。鍵のかかった金庫切った。ていた箱だな。血まみれだ。え？人間の血だ。待って、これさ人から奪ったやつなんじゃない？なんかあそこにさ矢刺さって倒れてた人いたじゃん。その人からさ奪ったやつっぽくない？あいつ嘘ついてんじゃん絶対。私にはわかるぞ。てかやばいなこれ、回復しなきゃ。回復しなきゃいけない。この雷光は結局何だったの？これこれこれ。中毒度。攻撃力が上昇する。あー、なるほど。回復とはまた別か。いや、回復薬欲しいんですけど。回復薬欲しいの。ご飯を食べればいいのか。パンとかね。パンとか食べようか。むしゃ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 。ごく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 。こんな感じで。おい。お前嘘ついてるでしょ私に。嘘を見通しだぞ。箱は見つけた。それと荷馬車の運転手らしきものもな。うん。矢が首を貫通してた。この沼にドリアードはいないし、弓を使うドラウナーやウォーターハグなど聞いたことがない。他に容疑者がいないということは。お前だろ。危ない、後ろだって言って後ろ向かせて、後ろからザクってやるパターンじゃない？ウィッチャーなら音ではウィッチャー強すぎ。信音は随分早いな。嘘つきみたいに信音まで聞こえてるとは。嘘よりも乗馬の方がうまいといいがな。こう追いかけるパターンじゃない？え、競争始まる？もしかしてちょっとロード長い、今までにない。追うって出てる、追うって出てる。いや、失礼失礼、ちょっとバグったのでね、ちょっと立ち上げ直してきました。これ追いかけなきゃ。もういないじゃん。だいぶ遠く行っちゃったじゃないこれ。あのオレンジのマーカーの方向にいるね。うわ、あれ目の前にいるやつじゃない？逃げてるやつじゃない？今のって追いつきそう、追いつきそうです。え、嘘、このまま戦うの？嘘、馬乗ったまま。うわ、かっけー、そんなことできんだ、かっけえ。いや、憧れの戦術よ、馬に乗りながらっていうのは。うわ、弱っ。連れてかないとな。どこに？起きろ。牢屋に。馬に乗っても事実からは逃げられん。で、お前は何者だ？なぜあの荷馬車を襲った？確かに、なんで？なんであの荷馬車なの？テメリア軍第6師団第2連隊所属だ。解散したが、まだ活動してる。森の中で秘密裏にな。あれは医療品の輸送だった、うん、黒の軍団の手に渡ったらおしまいだ。それに薬は仲間にも使えるはず。病人がたくさんいる。見逃してくれれば北方解放のために再び戦えるかもしれない。いやですよ、だって私も回復薬欲しいもん。本当に何回死んだと思ってんの。行くがいい。だが薬はもらっておく。私のものにしちゃおう。だが薬はもらう。どの道お前は見つかって殺されるんだ。無駄になるだろう。でしょね。持っていけ。喉でも詰まらせちまえ。嫌です。やったやった、回復薬もらった、やった。ウィッチャーってのは噂通りだ。なんか嫌なやつって思われてんだろうな、多分ね。おそらくっていうか、もう絶対絶対そうだよ。で、どれなの回復薬って。所持品かな。ちょっとわかんないんだけど、今もらったやつはどこなの。え、せっかくさー、せっかくさー、これかも。アーベルチェ、これっぽくない？自然回復50だって。50秒自然回復、5秒効果時間、食べ物、飲食物なんだ。へー、飲食物に含まれるんだ。じゃあちょっと
リンゴと交換で。よし、これはいざとなったら飲もう。何か戦闘の時にね、まだ一応ね大丈夫なんで体力。よし、じゃあ、ね、今度こそ向かうぞ、このマークのところに。このね、ニルフガード軍の駐屯地に向かいますと。失礼しまーす。戻ってまいりました。一体なんだ。え、ライ麦です。なんかこぼれてない？俺を騙せるとでも思ったか。こいつは腐ってる。そんな。麦って腐るとかあるの？いつになったら覚える。軍機第二条第三項、不要品を納入した者は川の鞭で鞭打ち15回とする。連れて行け。鞭打ち、頼む、やめてくれ。かわいそうに。そんな腐ってるとかわからんよね。なんだ。まさかのここでこの二択。グリフィン始末したけどさ、その前にじゃない？ちょっと今目撃しちゃったからさ、私さ。演じるのはやめたのか。演じたのではない。手を差し伸べたのだ。その手に唾を吐かれてはなる。その手が彼らの家族の血で汚れているからだろう。くだらん。貴様が私の立場ならどうするんだ。その立場にはならんね。その通りだ。役目は果たしたんだ。その立場にはならん。役、まあね、退治してきましたよ、ちゃんと。次はそっちの番だ。イエネファーはどこにいる？一番大事。ウィジマ。一日で行ける。すぐそばじゃないが、なぜ黙っていたんだ？先に話してたら、グリフィンを退治してくれなかったかもしれない。意地悪いな、やっぱ。性格悪いです、この人。待て！まだ話は終わってない。え？報酬を受け取れ。報酬くれんだ。不当な条件で働かされたなどとは言わせんぞ。会話中には素早い判断が求められるものもある。時間切れになる前に選択肢を選ぼう。なるほど。結構早い。受け取ります。お金でしょ。ありがとう。よし、これでね、居場所分かったんで、今度そこに向かう感じだ。でも、いなそう。どこだ？え？あ、ここにいたかと思っちゃった。今、やだ。ベスミルおじさんに会いに行くんだよね。そうだよね。で、二人で一緒に向かうと。そういうことですわ。てか、剣直したいんだけどさ。なんかこの辺に剣作る人いなかったっけ？え、もうなんか、めちゃめちゃ無知の音しなかった。やだわ、もう、さっきの人がかわいそすぎる。この辺にさ、あれ、この人かな？見てか、客か。客だよ。これ、直してもらえないのかな？品物を見せて。あ、間違った。間違った。見せてくれじゃなくて、修理かな？修理なのかな？これを修理するには、すべてのアイテム、あ、そんなこともできるんだ。いいじゃん。これでいいんじゃない？オッケー。もっとなんか、いい武器とかね、作って使えるんだろうけど、入隊したいのか、ちょっと一旦はこのままでいこうか。で、アイテム強化をしておいてと。さて、じゃあ、またね、ベセミルさんのところに戻ります。あー、痛々しい音がする。ベセミルおじー、中かな。あれ、行くよ。もうどこ。いた。イエネファーはビジマにいる。現地で話を。行くよ。どうした？周りを見ろ。一触即発だ。揉めてんの？奴らは何者だ？奴らは何者だ？愛国者さ。テメリアに7回ほど乾杯して拳がうついてる。ニルフガード人はいないようだが、他の相手を探すだろうな。うわ、じゃあもうテメリア人じゃない人たちを排除しようみたいな、そういうこと？面倒には関わるなよ。絶対だぞ。なんでそんなさ、振りみたいなことすんの？関われって言ってるじゃん、間違いなく。
あら、どなた？ユリはどこにやったの？ユリ？下ろしたのよ。あー。次は黄金の太陽でも掲げる気？テメリアのね、マークね。テメリアらしさを出すとまずいの。奴らに酒場を燃やされちゃう。噂は本当だったの。あんたがニルフガード人相手の商売女だって。もう他に当たる場所がないからこんなこと言ってんだろうな。私は何も生まないもの。そうだ。私の妹は奴らに吊るされたわ。修道院から犬みたいに引きずり出されてね。ニルフガードは迷信を信じないから神の怒りも恐れないってさ。あんたもそれと同じ。兄がいなきゃ悪酔いしてますよ、かなり。死んでた。妹は犬よ、恩人さ。それでも神の怒り。ああ、やめな、やめな。罰当たりのクソ女。ああ、痛い。痛い。ほっといて。もう、揉めますよ、これ。その意味が分かったら下がっていろ。大丈夫か。ああ、血だらけだ。ウィッチャーは子供をさらうらしいぞ。本当か？そんなことしないよ。いるか、ここに子供が。領地か、エルフがもらったみたいに。失せろ、全員だ。どこへも行かねえぞ。もうやめとけ、やめとけ。お前も逃がさねえ。私今、剣修理したばっかりだぞ。研いだ、研いだしね、しかも。剣研いだかんね。強いぞ、これ。知らんかんね、泣いても。ここでさ、火とか放ったら、なんか良くないことした気がする。うわー、そこまでするの？嘘でしょ。やりすぎなのでは？大丈夫だ、もう終わった。ほっといて。いや、そりゃ怖がるわ。首切っちゃってんだもんだって。あいつの顔を見ろ、恐ろしい。出て行って、二度と来ないで。ああ、まあちょっとね、加減を知ってればな。せめてね、なんか剣の裏で小突くぐらいにしとけばよかったのに。さあ、行くぞ。ベセミルおじさんはなんか慣れてるね。なんかもうこういうなんかさ、慣れっていうのもちょっと悲しいけどね。あら、兵隊の皆様。あのランクは俺たちのせいじゃない。美女？いつだって言い訳ばっかり。相変わらずね。うそ。イエネファ。なぜ？出会っちゃったよもう。報告があったの。ホワイトオーチャードにウィッチャーが現れたって。あなただと思ったわ。見つけてくれるまで待っててもよかったけど。知ってるでしょ？我慢するのは苦手なの。自分から積極的。また会えて嬉しいわ。抱きしめたいぐらい。血まみれじゃなければね。確かに悪いな。今首跳ねたばっかりだからね。想像してた再会とはだいぶ違う。本当だよ、こっちから行く予定だったのに。どんな想像してたの？ニルフガードの護衛付きとは思わなかったんだろう。イエネファー、誤解しないでくれ。わしも会えて嬉しい。だが説明はしてくれよ。もちろん。でもビジマに着いたらね。じゃあ馬に乗って。一緒に行くの？ビジマで話ならここでもできる。近くに素晴らしい果樹園がある。花の季節で死体の匂いも気にせず過ごせるぞ。それは素敵だけど残念ながら無理ね。なんで？実はビジマであなたを待ってる人がいるの。あまり待たせない方がいい相手よ。誰だよ。皇帝エムヒルバル・エムレイス。親しみを込めて呼ぶなら舞い踊る白煙、その人よ。王様直々に。親しみを込めては聞けないなだな。前に会った時は殺されそうになった覚えがあるが。物騒ですね。今はあなたと取引をしたいそうよ。え、仕事？断るのは許されないんだろ。王様は絶対。私は断らなかった。どんな取引したのよ。そこ大事だよ。さぞ素晴らしい条件だったんだろうな。君が自由と引き換えにする条件などそうはない。人のためならなおさらだ。早く出発すれば早く謎が解けるわよ。
教えてくれないんだ。来ないのか。わしは遠慮しよう。皇帝に招かれたのはお前だからな。一緒に来てよ。わしにはケイアモルヘンでやることがあると言っただろ。言ってたけど。そうだったな。まだ時間あるでしょ。行けるじゃん。やだよ。ま、近いうちにな。まさかの。あなたの馬は速いの？それなりにな。なぜだ。分厚い壁で守られた町に戻りたいの。できるだけ早くね。めちゃめちゃ急いでるじゃん。行くか、じゃあ。じゃあね、ベセミルおじさん。ちょっと寂しいな。心細いです。一緒に戦ったりもしてたのに。完全に一人じゃん、こっから。これ、早いか？急いでるよ、本当に。最近、よく君の夢を見ていた。そう。どうせいやらしい夢でしょ。そう、服着てなかったよ。最初はね、でもその後は。その後は。何？何が起きてんの？襲われてる？もしかして？なんか四足歩行のやばいやついたけど今。トゲトゲの。気をつけろー。あー、なに？うわー、どんどんいなくなっていく。うわー、痛い。ズリ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 って。何人逃れられるかな、こっから。この橋崩れそう。てか崩しそう。うわー、嘘でしょ。まさかの。せめてさ、ギリギリまで渡ってからとかじゃないんだ。もう自分が良ければそれでいいんかい。嘘でしょ。そういうタイプの女？友人でかつての恋人でもあるイエネフを探して、ゲラルトはホワイトオーチャードに向かった。これオープニングですよ、いつもの。迫りながらも結局彼女を見つけることはできない。ゲーム開くとね、これになるんですよね、このあらすじみたいなさ。イエネファーが近くのビジマにいることを突き止めた。おっと、1日後になってますね。嘘、洗ってもらってるの？体ぐらい自分で洗えよ。何贅沢したんだ、このおじい。